中国系イギリス人とは中華圏に起源を持つイギリス国民のことである。また、BBC とも呼ばれる。初期にイギリスへ移住してきた中国人は、1834年の関東での東、インド会社の独占終了後、イギリスと中国との間でのアヘンやコカインの取引競争の増加によって、船員として安い賃金で定期的に雇われるようになった中国関東の タマエデルタ出身者が主流の男性農夫であった。19世紀の終わり頃には、ロンドン、リバプール、カーディフ等に小規模ではあるが、ドックの近くに中国人によるコミュニティができた。ロンドンの場合、1851年には中国、大陸南部出身者が78人住んでいたと言われる。それ以降、ロンドンに住む中国人は次第に増え、 1880年頃には、ライムハウス周辺に中国人コミュニティが形成され、1911年には中国人人口は1319人になった。1950年代から1960年代にかけて、香港深海からの移民が増大し、中華料理のレストランや、シダ市業の経営を始めた。彼らの多くは、当時はまだ売春宿が散在しており、 土地の値段も極めて低かった双方地区に進出し、新たなチャイナタウンを形成するようになった。その後64天安門事件や香港返還の後にも合法、不法問わず移民は増え続けており、2004年2月にはモーレキャンベワンにて不法就労をしようとした福建から来た中国人が23名で起死する事故、2004年、 モーレキャンベワン中国人遭難事故が発生している。イギリス国家統計局が行った国際旅客動態調査によれば2012年にイギリスに入国した中国人は4万人とイギリスに入国した外国人総数の8.7%を占め関係統計ではイギリスでパスポートを所持している中国人の総人数が60万人に達した。そのうち 留学生数は12万人。ありがとうございます。